ます。今日は日曜日の今朝ですね。これから、朝の8時45分ですね。今から、試合の方に向かいます。ということでね、とりあえず今日はアウェーのゲームなので、まずね自分たちのカンパに向かってから、そこから移動という感じです。すごくね今日は気持ちいい朝ですね。すごく空気も透き通っていて、青空ですし太陽もすごく、気持ちがいい朝です。静かな朝ですね。今日は11時から、僕たちの、ね、テルセイディビジョン残り2試合ですね。今月ラストのゲームとなります。フェンラブラーダっていうね、トップチームは、セグンダ2部に、ね、いるチームですけど、そこのね B チームと、リーグ戦があります。まあ、もちろんね、カンテナなんですから、非常にねレベルも高いと思いますし、スキルが整った選手が多いとは思いますけど、非常に楽しみな一戦です。今日話していくのは、昨日の話と、今日の試合の、抱負の動画になります。昨日はですね午前中、ちょっとこの動画の前に載っけようかと思いますけど、まあユリケっていうね選手と一緒にボール蹴って、昨日に話しましたね、ボール蹴って、でそこから家に帰ってきて、で子供たちの、試合が昨日あったのでそれを言ってから終わりって感じです。試合に関し、子供たちの試合に関しては、1対2でね負けてしまったんですけど、非常にいいゲームだったんじゃないかなと思います。ただねちょっと相手のやっぱ指導者のね、ちょっとレベルというか、まあ普段は OK とか、こうダメならファールで止めろとか、まあ、後ろから平気で足が蹴ってくるとかね、そういうこともしてきてたので、まあ、ちょっとそこはいただけないかなと思いました。ただまあそれもねサッカーといえばサッカーなんですけど、まあ、12歳とか13歳の段階でそういうのを教えていくのはどうかとはね思いますけど、まあ、そういうことを平気でしてくる子たちで、ただなおかつそれに対して、まあ、審判もカードを出さないので、まあ、それがねずっと横行してしまったと。でうちの選手何人かも、それで削られたりとか、ラストのワンプレーに関しても、まあ、明らかにアフターできて、それでファールだったんだけどピッピッピッで終わっちゃったとかあったので、最後後味がねちょっと悪いゲームになりましたけど、まあ、そういうゲームでした。まあ、ホームでやったんですけど、モスカルドもね、来シーズンのためにと言っていいんでしょう、しっかりといい準備をしてるんじゃないですか。クラブとしてはカンポが、スタジアムが綺麗になったり、来年は人工芝が新しくなりますし、まあ、ビデオね、トップチームの試合はもちろんですけど、下のカテゴリーまでホームでやる試合はね YouTube ライブやるらしいです。なんでまあカンタラみたいなことやってますよね。すごくいい取り組みだと思いますし、まあ、確実にいい選手、いいクオリティの選手はね入ってくるし、出ていかないんじゃないかなとは思います。そんな感じで、昨日の一日を過ごしました。まあ、今日ね、さっきも話しましたけどフェンラブラーダいい相手なので、まあそれでそれに向けて彼らに対してどこまでね自分がやっていくのかっていうのはありますし、まあ、僕よりね若い選手たちですし、ヘダフェ同様ね、まあ、そこはしっかりと気持ち入れて戦いたいなと思いますけど、まあ、積極的に、足触れる準備して、まあ、なんとかね、まあ、勝利っていう形もそうですけど、ゴールだったりとか、アシストのところだったりとか、個人としての数字もね、残ればいいなと思ってます。まあ何せ残り1試合なんで、まあ、自分がこれまで1年間やってきたねものをどれだけ発揮できるかが勝負だと思いますので、しっかりと、頑張って
いきたいと思います。まあやることやる、たまには負けないとか、展開早くとかねあるので、まずは自分の長所のねチームのために戦う気持ち見せる、そういうところをね、まあ、しっかりと積み重ねていくことが、全てだと思いますので、まあ、この1年間何をやってきたか、この残り2試合でどう見せれるかがね、大きいと思いますし、まあ、試合出た時のためにいい準備して頑張っていきたいと思います。太陽が非常に眩しいですね。まあいい天気なので頑張りたいと思います。そんな感じで今日のひと言日記したいと思います。終わります。では。